ージ第2弾。今回挑戦するキャラクターは全部で4人。全部初挑戦のキャラだからみんな最後まで見てね。さっさとキラーキラーキラー。まずは1人目、僕が最初に紹介するのはマッシュル知ってるよっていうそこの君、グッドボタンで教えてね。意外といけるか。次はベルト。今回の私は袖がなくて服というガードがある。こんちだけどリッカ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 。次はネクタイ。タラコが。お？あ、ちょっと行き過ぎだ。アイス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 。あ、しゅん。次はタラコだ。今日こそ一人でつけてやる。完璧じゃない。おじいちゃん。あざを描きます。こうか。ねえパパ。はい。なんか違うんだけど。間違いだ。間違ってる。どこ違う？こうギザギザがあと一回する。一個足りない？あらら。しくった。そうそう、これこれ。もうやるじゃん。もう結果失敗してる。それじゃあいよいよ、カツラ。おお。あ、いや、前全く見えない。ちょっとどうなのこれ。なんか現実じゃなくて全然見えないんですけど。まあ仕方ないか。俺の帽子をお前に預ける。いや、ちょっとは似たけどさ、髪の毛が寝てるな。やる気ない髪の毛みたいな。寝てるか。うん。あ
ビジュアル系バンドじゃないか。いたいた。お、これで完成か。ちょっと待って、え、ちょっとこんなにきっちりしてないよ。ほら見て、崩して出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 して、ここもこんな感じ。ドットバレット完成。おらーよ、つらーいやつが一番綺麗なんだよ、イケメンクイア。だから俺は決めたんだよ、魔法局に入ってイケメンのイネースが映るとだ。キモ、つーかの、お前もおかしいんだよ、なんでそんなに鼻が赤いんだよ。それでは真実をご説明いたします。実はこのカットからこのカットを撮るまでの間に数日が経過しています。原因はこいつが寝落ちしたからです。すいません。その間に体育祭があった私はこんなに日焼けしてしまったのです。マジで暑かった。え、わかる、これすごい焼けてるんだけど。山の中見た方がわかる。待って、こった待って、こった、次は私がラブケイトに変身いたします。ラブケイトの衣装は黒シャツ、スカーローブ、ナイトイン、靴、カツラ。それではラブケイトに変身。いいか、見てろよイケメンの、いつかお前らは世界から根絶やしにされる。俺が根絶やしになっちゃった。次はスカート。お、先にこれ履いてこなきゃ。ああ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 あ、なんか黒くてかっこいい。あ、よいっしょ。あ、まずい、おおおお、ブサイク、ブサイク、お、おはよう。あ、浄化された。次はクラコン。ラーはぁ、いや、手にくっついてる。次はこいつで技を変えていくんだぜ。下手くそか、いや下手くそか、全く乗ってねえよこれ。なんでこうなった。もういいよ。あ、よっこらせ。どうした、え、どうした、待って、カツラちっちゃすぎて入らない。え、なんかもうほら見て、ここハゲてんの分かる、これもう地毛よこれ。ここは本当はもうこの辺にこうやって入ってなきゃいけないのに、これは問題発生。カンちゃん頭でっかい、あれ、私頭でっかい説、これなんとかついたんだけどさ、もう頭振ったら落ちるよこれ。優しく来てね。生まれた時からお姫様なの、可愛いって褒められて尽くされるべきなの、それができない男は死んでいいの。お前のことじゃ。死んだ。よっしゃ、次はアビスレーザーに変身だ。アビスレーザーの衣装はシャツ、ズボン、ネクタイ、ベルト、ローブ、カツラ、ワース、それが変身スタート。これはアビスの技マジで難しそう。どうだ、うまいんじゃないか、カツラ。
前お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 前できたわ。これ見て。こんなもんでいっしょ。我ながらよくないか。アビスレイザー参上。このイビルアイの前ではどんな魔法も無力ですよ。こうなったらマギアラックスで一番強いあの方を呼んでやる。アベル様チピーン。おじいちゃん、大変なことしよう。そしてこれをつければアベル様の完成です。ベルウォーカー完成。我々の本質は獣だ。キャーキャー、ラブキュートよ。キャラ間違ってるぞ。魔力以外には無力ってことだね。あ、私